ジャンバールはフランス海軍の土級戦艦。クールベ級戦艦の二番艦。艦名は通称破壊で名を成したジャンバールにちなむ。戦艦としての艦名は最初。ジャンバールは1910年11月15日にロリアンゾー戦所で寄港する。1911年9月22日に浸水し、1913年6月15日に収益した。収益後、ジャンバールは レーモンポアンカレ大統領を乗せ、ロシア帝国を訪問した。第一次世界大戦が勃発すると、ジャンバールはモンテネグロへの物資輸送支援中の1914年12月21日に、オトラント近くで、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の潜水艦 U12 に,によって来撃され中破したが、航行に支障なく無事に帰還した。その修理は1914年12月26日から、 マルタで行われた。1918年には、ギリシア沖で活動した。1919年、ジャンバールはボリシェビキに対するセバストポリ作戦に参加した。4月17日には、本館と姉妹館フランス、ダントンキューベルニョの3隻は、セバストポーリ市内の建造物に立てこもり、周りの市民を盾にしている。 赤軍部隊を撃退するため苦渋の選択として、市街地への砲撃を行ったが、この砲撃で、一般市民にも多くの死傷者が出た。4月19日から4月23日の間に、ジャンバールは、姉妹艦フランス、リベルティ級ジュスティス、ダントン級ベルニョーミラボーと3席の砲艦ともに、反乱を起こし、乗員らは、インターナショナルやらマルセイエーズを歌って、赤旗を掲げ、 勝手に戦線を離脱した。この事件により、フランス海軍の国海からの引き上げは早まった。放棄を鎮圧した後、ジャンバールは1920年にトゥーロンへ帰還し、1935年からは海軍兵学校生の訓練艦として使用された。1936年にはオセアンと改名された。オセアンは1942年11月27日に、 フランス軍によって自沈処分され、ナチスドイツ軍によって捕獲された。当時すでにオセアンは老朽化のため概要に航行する能力は持たなかった。オセアンは1946年にスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。